隣に。おー、テレサちょうどいいとこに帰ってきた。スマホ貸してください。どうも。うん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 。いや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 家族でできる桃太郎電鉄。テルさん大好きだしね。桃鉄の何ですかね、ちなみに。15かな。北海道大移動。はい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 。ランク外です。ランク外。90位ぐらいに入ってないってこと。入ってないです。おかしいって。あごめん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 、間違えた。一番新しいやつ、桃鉄の令和もなんちゃらかんちゃらのやつ。これは残念、41位です。それが41なんだ。はい。あーなるほどな。むずいむずいよ。あとはなんだ、何かありますか。マリオパーティー。お、マリオパーティー。やめとくわ。あ、やめとくわ。やめとくわ。マリオカート。マリオカート、初代、初代、初代ファミコン、スーファミ。スーパーマリオカートは12位です。どこ。惜しい、惜しいっすね。惜しい、はい、今11位と12位開いたってこと。あ、そうです、うん、11位、12位開きましたね。あー、ま、あーなるほどな。じゃ あマリオカート、8、残念、ランク外です。マリオカート64は。おー、64、残念、こちらもランク外です。もうマリオカート嫌いになってきたわ。スーファミのマリオカートが12位なんでしょ。はい。あ、大乱闘スマッシュブラザーズ64の、はい、64です。おお、これだ。これが7位とか8位とかに入ってる。大乱闘スマッシュブラザーズは61位です。61、微妙。スマデラ、スマブラデラックス。あ、デラックス。うん、スマデラ9の方で。あ、そうそう、こっちでしょ、こっちが入ってんだ。デラックスはこちらはランク外でございます。おかしいってマジで、そのランキング。あー、もう一回ヒント使うわ。もう、おお、ヒント使ってしまうと賞金はなくなっちゃうんですけど、よろしいですかね。22万円。はい、使わないと多分もっといく。使うよ、いいよそんなん。使います。わかりました。それでは何位のヒントを何万円でやりますか。そっか、1万円と3万円と5万円のヒントなんだっけ。サイズです。10位開いてないもんね。10位開いてないですね。10位いきます。お、10位で1万円のヒントで。1万円のヒントか。はいはい。それでは農家さん、はい、ヒントお願いします。10位は1988年10月23日発売です。それだけ。はい、シップ、シップ、1万円シップ。いやいや、これだけでも結構絞れますよ。もう一回言って、もう一回言って。1988年10月、はい、88年っていうことはスーパーファミコン発売されないんですよ。おー、スーパーファミコンって90年、はい、俺の誕生日の年なんですよ、はい、で10月なんで多分ファミコンなんですよね、これってことは。ファミコンの後期。ファミコンの後期でそんな人気があるゲームってもう一つしかないんですよ。うん、どうですか。マリオです。スーパーマリオブラザーズ3。おー、はいはいはい、スーパーマリオブラザーズ正解でーす。おい。まあ、ヒント使ってるから。はい、10位はスーパーマリオブラザーズ3です。俺このヒントでいけるの。俺やっぱゲーマーだわ。ヒント使える方がいいな、これ。そう、これなんか発売日渋いと思ったけど、発売日できるわ。すげえな、うん、次、9位は空いてる、空いてる、9位って。9位は空いてないです、空いてないですね。9位のヒントを1万円で使います。それではどうぞ、ヒントをお願いします。第9位は2001年7月の19日発売でございます。任天堂かな。2000年代、2001年ってまだ64プレステ2の時代だもんね。64プレステ2ゲームキューブだ。でランキングに入るでしょ。ちなみにちょっと3万円のヒント使ってみたいんだけど。3万円のヒント。お、全然問題ない。ちょっと3万円のヒント教えてください。何なんですか3万円のヒントは。3万円のヒント、はい、
プレイステーション2です。おお、はい、変わってる思ったよりと思ってくれたいと思わなかった。1枚のヒントだけで十分だったなって。え、1枚のヒントが発売日で3枚のヒントがコンシューマーなんすか。出た、はい、ゲーム機をくれるんすか。はい、じゃあ俺1枚のヒントだけで分かるわ。じゃあ慣れてるわそれ。いやかなり絞れますよ、こんだけヒントあげたらね。かなり絞れるよ。1万円だけで絞れてたから俺、プレイステーション2か録音かゲームキューブって言ってたじゃん。いやそっからね。何月ですか発売日、何月ですか。発売日は7月の19日です、はい、7月19日。中途半端だな。7月の19日、プレイステーション2で、はい、メタルギアが、FF7 って何位でしたっけ。 FF7 は3位です。ファイナルファンタジー10。おー、10。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解です。ファイナルファンタジー10は第9位ですね。僕案件で1回ファイナルファンタジー10について書いたことがあるんですよ。ああ、はい、はい、はい。なんで、ちょっと、あの時代だなと思って、覚えてました。あったじゃないですか、ランキング作るやつ。ありましたね。はい、あの案件で俺、ファイナルファンタジー10のことをめちゃめちゃ書いたんですよ。書いてましたね。だいぶ書いてましたね。すげえぞ、俺、これ結構。だって、一発だよ。いくらヒントあったかと言っても。まあでも、ヒントあるからこそね。天才だな。8枚ないもんね。空いてないですね。はい、この傾向でいくと、まあ、俺ちょっと興味本位なんだけど、はい、14聞きてえな。 FF14 さあ FF14 は50代ぐらいに入ってると思うね俺。ファイナルファンタジー14は47位です。あ、ほら50位ぐらいに入ってるし、やっぱり、うん、ただただ1万円を失った俺。他なんだ、もう分かんないよ、分かんないよ。どうすか。分かった。おお、バイオハザード。あ、バイオハザード、バイオハザードは入ってる。初代バイオハザード、革新的なホラーゲームだからね。そうですね、はい、カメラワークが。初代バイオハザードは32です。あー、32位に初代が入ってるでしょ。で、2だわ。じゃあ、4だ。バイオハザード4ってあれだよね、レオンだよね。そうです、レオンです。バイオハザード4。あ、勝ったな。勝ちポーズ。勝ったな。ダッサ。テルさん、テルさん、はい、ランク外です。嘘だ。残念、ランク外ですよ。嘘でしょ。100円入ってる。5万円失ってん。嘘嘘、俺ヒント使うよ。あ、俺ヒント。8位だっけ次。そうです、8位のヒントを1万円で。8位のヒントは1995年3月の11日発売です。95年はスーパーファミコンから発売して5年目。あー、いや分かんねえ、多分数のみなんだよね。いや分かんないですよ、3万円のヒントも使った方がいいんじゃないですか。分かんないですよ、スーファミって言ってるけど、まあ、わかんないから。いやいや、だって入ってこんやろ、別にスーファミ以外の、任天堂以外のゲームって。わからんよね、そんなのは。だってまだ何もライバル機出てないでしょ、この時代って。プレステが出てんのか。ドンキーコングとかもっと前だしな。ドンキーコング3とか絶対入らんしな。95年だもんね。95年です。1995年。マザー2とかじゃね。マザー2。マザー2、はい、マザー2だわ。あ、ひらめいた。マザーの前はもうちょい前なんですよ。当時スマップが CM してたんですけど、はい、マザー2、マザー2です。残念。マザー2は28位です。あー、マザー228位か。はい、はい、まあ上の方ではありますけどね。面白いんだよな、マザー2。そうっすね。なんでキャッチコピーあれ。マザーかマザー2か、それだけキャッチコピーがエンディングまで泣くんじゃないだっけ。あ、そうなんでしたっけ。そんなん。C って言うならの、ラチェクラとか入っててほしいよね。あー、ラチェクラ。ラチェット&クランク、ワン、ツー、スリーあたりが。はい、ちょっと、ヒント5万円使おうかな、もう。お、5万円のヒント。使いますか。使います。じゃあ、どうですか、5万円のヒント。お願いします。何位のヒントを使いますか、5万円。今のやつだよ。今のやつ。8位で。そうじゃん。飛んだな。8位、5万円のヒント。9です。
クゲームタイトルの一番最初の文字です。あー、そういうことね。はい。イカれたー。しっかりしてよ。クです。あー、スーファミでクないよ、そんなの。本当にスーファミか、これ。ちょっとスーファミかどうかはね、テルさんが勝手に決めてるだけだから。わかったわかった、3万円のヒントを使う。パス使うか。使う。はい、ノートさん、お願いします。はい、スーパーファミコンです。だから言ってるだろ。スーファミしかねえんだって、その時点。クでしょ。はい。でもスーパーファミコンも発売から5年経って、だいぶ、クロノトリガー。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。かっこいいよ。正解でーす。クで人気のゲームってクロノトリガーしかない、その時代。はい、あれはもうね、あれっすよ、クロノトリガーって、FF の、魔法使えるんですよ、サンダーとか。はい、FF の世界観みたいな感じで、鳥山明先生にデザインしてもらったの、ドラクエとかやってるから。はい、だからもうドラクエの雰囲気でなんか FF やるみたいな感じで、はい、ですごい時代とかを遡って、これ以上喋ると長くなりますわ。いきますか。あとは、ちょっと疲れてきたな。あてらかいっちゃおう。次、あと7位。7位って空いてないんですよ。7位空いてないですよ。7位のヒントをください。1万円で。1万円で。1万円で。7位は、2018年。2018年 ?12 月の7日発売です。新しいですね。2018年12月の7日。はい。で、ランキングに入る、つまり、任天堂スイッチのゲーム。おー。はいはい。俺さっき惜しかったんじゃない？これもしかして。なんか気づいた2018年でしょ。そんな人気あるのってあれじゃない、スマブラじゃないの、スペシャル。あー、はい、スマブラスペシャル。スペシャル、スペシャル。スマッシュブラザーズスペシャルは第7位です。俺さ、何でスマブラの録音のやつとスマベラツなんだっけ。ベラベラ。惜しいよ。惜しいですとか言ってくれてもええやんか、君たち。完全にポーカーフェイスだったの。で、次が6位ですか。6位は空いたんだっけ。ドラクエ3です。あー、そかそか。で、5位は。5位は空いてないです。4位も空いてない。5位の一番のヒントお願いします。これね、年代だけでも多分聞いてないと。尺が2時間超えます。視聴者の皆さんは今ね、これまだ10分とかだと思うんですよ。10分とかだと思うんですよ。これ今1時間超えてます、もう撮影時間。超えてます、皆さん。超えてます、閉じ込めてます。1時間ぐらい僕ここに閉じ込められてるんですよ今。この部分カットだな。はい、1枚のヒント、はい、1枚のヒント、2017年7月の21日発売です。2017年7月21日発売です。結構近いね。近いですね。マブラともね。はい。あ、わかんねえ。17年でしょ。多分ね、国民のあれに入るってことは、お、あれ2017年ぐらいじゃない。え、違うか。18年だっけ、19年だっけ。何ですか。え、今FF7 リメイクかなと思って。おお、 FF7 入ってたもんね。はい、入ってます。いや、7入ってて7リメイクまで入らんか。あ、冷静になった。なんだ。いや、コンシューマーお願いします。3万円。3万円とスイッチです。あスプラトゥーンの1か、違うな、スプラトゥーンの2か。お、いや、あつ森の可能性もあるな。おー、多分そんな時代だもんね、そのぐらいって。あつ森もっと後か。どうでしたかね。いや、あつ森多分もう1、2年先だ。2017年だもんね。はい、スプラトゥーン2。正解でーす。第5位はスプラトゥーン2です。疲れた。動画2本になっちゃうよ。何個空いてないの。あと2個です。お、あと2個。はい、第1位と第4位です。1位と4位か。はい、そろそろ自力で上げて、当ててえな。1位自力で当ててえぞ。さすがに1位ぐらいかな。みんなが納得するやつでしょ、1位。あー、スーパーファミコンの、うん、あのスーパーマリオワールド。あー、これは1位じゃない、さすがに。あれもだって社会現象的に流行ったでしょ。みんなマリオが好きなんよ、結局。結局の話。みんなマリオが好き。てるさん。はい。残念、スーパーマリオワールドは97位です。97? 97? 97?
97? 97位です。こうなったら逆に100位とか99位でも気になるわ。そんなに低いんだ。あ、他に何かないっすか、他に。1時間以上考えて答えてんだわ。ポン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 出してる方やで。いきなり何も知らされずに始めて。まだね、まだ15分か20分ぐらいしか経ってない。分かる分かる、そうだ、分かる、尺だ、それは。練習後だ、それは。なんだマジで、わかんねえ。さあ、どうだ。なんだ、あ、ペルソナ4とかは、はい、ペルソナシリーズ、はい、ペルソナ4、ちょっと待って、ペルソナ4、ペルソナ4とペルソナ4ゴールデンって分かれてる、あ、分かれてます、分かれてんだ。じゃあ、まあ、ペルソナ4で、ペルソナ、はい、残念。ペルソナ4は98です。さっき97位っつって、これ99位当てれるんじゃないの。そっち当ててっく。100位当てたら賞金欲しいけどね。ペルソナ3、おお、ペルソナで攻めてきたな。ペルソナ4と3でどっちが上なんかなと思って。興味本焼け。1万円を払って興味本焼けしてる。ペルソナ3は100位です。100位やった。すげえ逆にすげえ。100位当てたらなんか、うん、ちょうだいよ。いや、飲まないですけどね。はい、飲まないですけどね。ペルソナ5。またペルソナ攻めてきたぞ。ペルソナ5、ちょっと待って、ペルソナ5って分かれてる。ザ・ロイヤル、ペルソナ5分かれてます。はい、ロイヤルとペルソナ5って。あ、5で、はい。ペルソナ5は42です。あ、高い、42、5、はい、人気ありますね。あ、これちなみになんですけど、ザ・ロイヤルの方入ってるんですか。ザ・ロイヤル93位です。93位に入ってんの。え、5は何だっけ。42です。2つ合わせたらもっと高いやろこれ。ペルソナ5とペルソナ5、ザ・ロイヤルは一緒にしてあげてくれ。ほぼ同時期やし、ほぼ同じゲームだから。ほぼ厳しいよそれは。なんでな、1位でしょ。まあ、高めらがいったと。これ1位は自力で当ててえな。1位当ててください、自力で。1位、オッケー、出てる。ん？ゲームソフトランキング1位。は？あ、すみません、よくわかりませんでした。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと。いやいや、レスト回収してない。オッケー、出てる。ゲームソフトランキングの1位は？ファミ通の最高。よっしゃ！ちょ。ちょっと待って、チキジョワー、びっくりした。テールさんダメですよ、不正なんてしたら。そっちの落ちるやろ、あれ残してんの。いやいやいや、不正だよこんなのね。びっくりしたわ。1位はゼルダの伝説ブレスオブザワイルドです。いや、はい、1位です。1位です。やったぜ。いやよし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 。いや、そっちの落ちるだから、ね、あれ残してんのはベストハンド。いやでもテールさんプロゲーマーだったら堂々とね、違う、勝手に教えてくれね。ゲームソフトランキング1なんだろうな、オッケーグルーって教えてくれね。教えろって命令出してるから。あと空いてないの何ですか。あと残ってるのは4位です。4位か。飲むで大きい声出すぎて。ちょ、マジ水もらえない。水欲しい。水飲み物何言うね、この部屋。あれ、水はあれじゃないですか、さっきクローゼットの中で自分でね。違う、遭難してるやつやん、それ。カチカチカチ。水欲しい。水なんて無理。水欲しい。通信悪い。通信悪いかも。あれ、聞こえない。あれ、電波障害来てる。ヒントを使います。おー、ヒント使った。4位のヒント、1万円です。そこはちゃんと1万円で。1万円で当てたい。1万円のヒント、2020年3月の20日発売です。めちゃめちゃ最近じゃん。最近ですね。ファイナルファンタジー7リメイク。残念。はい、
イナルファンタジー7リメイクはランク外です。5万円持ってかれたやんもうじゃあヒント使うよ。3万円のヒント、3万円のヒント使いますね。3万円のヒント、スイッチです。はい、スイッチで2020年3月の20日発売です。いや、わかんねえわあのスイッチのゲーム疎いからさはい2020年でしょ。2020年でだからうちの子たちが欲しがってたゲームを考えればいいんだよ。はい、まあそういう通りですね。何を欲しがってたか、うちの子たちあんまゲーム欲しがんねえんだよな。そうだね、とってもダメだもん。お小遣いだけ欲しがるから。なんだ、わかんない。わかんない。5万円使いたくないよ。今いくらマイナスなんだよ。計算してるじゃんと。いや、計算はしてないですね。なんで2人もいない、どっちかが計算してないんだ。計算してねえわ。編集任せです。2人もいながら1人くらい計算しとけ。5万円使います。5万円のヒント、はい、あです。集まる動物の森。おお、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーしかも近い正解でーす。おめでとうございます。ありがとうございます。第4位は集まる動物の森。終わった終わった。おめでとうございます。テルさん終わった。2時間くらい閉じ込められてます。はい、もう監禁罪です。ここら辺音消しちょっか。出せよ早く。おテルさん、こっから出ることができますよ。いやいや、そう聞いているよ。出せよ早く。開くのかって。開かねえじゃねえかよ。開けてよ。そんな決まるわけないじゃないですか。そっちで遠隔操作で開けてくれんのかと思ったやん。来ねえじゃん。早く来いってマジで。何、はい、じゃあ今開けに行きますね。早く開けてよ、疲れたってマジで。はい、待っててください。待ってるよ、ずっと待ってんだよ。でーん、おめでとうございます。取ってこれ取って何が不満だったの。2時間閉じ込められたことが不満なんだよ。バカだもう何この企画本当に。いや、この企画ですね、うん、まあもう新年入ったんで、うん、もうそろそろドナム交換しようと思いまして。ああ、新しいのになってんね。はい、そうなんです。これ何なのこれ、新しいやつは。これあれなの、あの前使ったやつの新型とかなのこれ。いや、全然知らないっす。なんでなんなんこれは。いや、これなんか前のやつと同じように、うん、この指紋認証だとか、うん、スマートキーとかもういろいろついてるんですよ。へぇ、はい、これ交換したくて。この企画考えたの。あ、そうです。だいぶ飛躍したな。キョン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 てってれーで、よかったよ。ただ鍵交換しましたね。いやいやいや、こんな閉じ込めるつない。もう何しても疲れたまして。もちるさん、よく成功したよね。うん、はい、うん、いやいや、まあちょっと自信はなかったけど、はい、今回僕ちょっと自信はなかったんですけど、なんとかやり遂げることができました。皆さんのおかげです。ええねん、こんな人にもう2時間撮影してるのがもういらないよ。これね、あの鍵がついてるじゃん。あ、鍵ついてますよ。見してよ。3秒待っててね。こちら鍵になっております。ああ、これが鍵なんだ。はい。これはヒュッて当てることによって、あららってなるんです。はい、あ、便利だね。めっちゃ便利ですよ。Thank you.